ちょっと放送席微妙な気がでも渡辺さんと対戦だとやっぱりイケメン VS イケメンになっちゃうんで中野城さんと対戦、なるほど、もうそういうこともジョージア出身のガガマル、名前もいいですよね、またあガガマル、はい、呼びたくなっちゃう、ガガマル関、あのジョージア出身ということで先場所、同じジョージア出身の栃ノ心が初優勝してですね、はい、まあ、ライバルじゃないですか、はい、同じ、ね、同郷出身でもライバルなんですが、うん、そうですね、嬉しくてガガマルは嬉し泣きしたそうですね、いいですね、優勝、そういうところにもこう人柄というのが見えるかもしれません、はい、さあ対する剣翔は稲村さんもご存知、はい、この後幕の内で出てまいります、はい、遠藤をライバル、一緒でうちの部屋にですね五条郎って言ったのが、はい、今親方なんですけど、はい、やっぱライバル してましたね、あ負けたくない、そうですね、でも同じ部屋だとやっぱ直接対決ないわけじゃないですか、そうです、それなんですけどやっぱり同じいると向こうが四股踏んでると俺も自分もちょっと長めに踏むとか、なるほど、やっぱりそういう稽古の量も向こうよりも多くしたいとかトレーニングに行ったりっていうのをやっぱりしました、ね、あるんですね、はい、あります、さあその中で剣翔とガガ丸です、この大きなガガ丸突き押しが得意、一瞬引きました、あ今度は左差してその体を預けていく、寄り切り、ガガ丸の勝ち、かなり歩きましたね今そうですね、からいやかなりあの体で迫ってこられると迫力がものすごいと思うんですが、はい、社交ダンスみたいな、確かに、ね、結構長い時間ね、組み合って、はい、まあ、本来若之丞さん、はい、ガガ丸は突き押し相撲なんですが、はい、もうこれは勝負を決めに行った